はい、えー、おはようございます。えー、っとね、見覚えのある感じがね、3回ぐらい続いてると思うんですけど、一応9月6日の、えー、9時39分になりました。連続してね、反省編の動画を撮っております。えー、っと、今は兵庫県のランカツくんの家に泊まらせていただいております。て昨日夜、交流して朝を迎えたって感じで、ランカツくんは今お仕事中ですね、お仕事に出て行きました。 で自分は今、まあ、洗濯掃除をしているって感じですね。で、動画を撮っていっています。えー、反省動画ですね。えー、っと、行きましょう。えー、っと、徳島県の、えー、徳島編の反省を、えー、していきたいと思います、えー。よろしくお願いします。で、まずはですね、徳島まで移動の、えー、電車でね、6時間ぐらいかけて移動してましたけど、長いんですよね、また6時間くらいっていうのが、えー。移動して、でね、この電車で高知県から、えー、徳島まで移動しているときにあったのが、えー、っと、なんだったっけな、えー、っと、そうそう、太一さんですね。太一さんと会ったんですよ。 太イさんが誰だっていう話なんですけど、えっと、愛媛県の、えー、ゲストハウスカサブランカーさんに泊まった時に、えっと、ドイツ人の双ゴさんと、あの、発音がね、双ゴみたいな発音で、双子さんと、あと、その、えっ、ー、と、兵庫県神戸市お住まいの太イ、えー、さんですね。多分ね、この家の近くなんですよ。多分あの、六甲道っていう駅の近くって言ってたんで、多分めっちゃ近いと思うんです。タイチさんとその愛媛県で、まあ、出会って仲、3人で仲良くなって話してたんですけど、でもその後の3人バラバラになって、えー、別れて、 じゃあまたいつか会わないって感じで別れたんですけど、そしたら、このね、えー、高知から徳島駅の電車の中でばったりやりました。なんかね、自分最初立ってたんですよ。そ座る場所なくて、でもしょうがないなと思ったら、その、立ってて、で、立ってて、あ、これごめんなさい、この,このジェスチャー手、手すりですね、手すりにつかまってるジェス,ジェスチャーです。で、立ってて、で、まあ、人が吐けてきてあ、座れるから座ろうかと思ってパッて座ったら、その、後ろの席に大使さんがいたんですよ。で、自分気づかなくて、で、その大使さんが、なんか、ポンポンって、あのね、肩叩いてくれて、で、 んっていうの振り見たら大志さんで、おーみたいな大志さん、大志さんみたいな感じで。感動の再会でしたね。で、そっからね、何時間ぐらいかな電車に1時間、2時間ぐらい乗ってから気づいたのかな同じ電車乗ったっていうの、うん。あ、そう、大志さんが途中でね、その、朝早く、えー、高知をね、出たらしくて、自分と同じ日に出てるんですけど、多分自分よりも、えー、と4時間、5時間ぐらい早い時間。自分9時ぐらいに出たんで、大志さんが4時ぐらいかな ?4 時ぐらいに出たって言ってましたね。 4時ぐらいに出て、でいろんなところを、えー、駅降りて、その山行ったりとか旅し、えー、回って、あ釣り橋とかですね、結構有名な釣り橋があるんで、でそっち行ったりとかして、うん。で、そっから、えー、電車に乗ったら、たまたま自分と同じ電車に乗ってたって感じですね。だから2、3時間ぐらいしてからかな、大使さんと会えたのはでそっから3時間ぐらいまあ電車に乗ったんですけども、ずっと大使さんと、あのー、おしゃべりしてましたね。もうしゃべってたんで、もうすぐね、徳島に着きました。一瞬でしたね。やっぱりしゃべったら早いですね。はい。で、そんな感じで、電車着いて、 で、まあ、大使さんとちょっとお別れして、で、まあ、ゲストハウス予約してたんで、向かったんですよ。で、向かってチェックインからの、えっ、ー、と、まあ、まあ、一応キーボードで事前練習ですね。フリースペースがあったんで、そっちでまあ事前練習して。で、ゲストハウスの,そのスタッフさんがね、えっ、ー、と、聞きたいって言ってくれたんで、はい、あの披露させていただきました。まあ、あの、フリースペースなんで、あの、まあ、小声でね、小声で課題曲のね、えっ、ー、と、米津玄師さんか。米津玄師米津剣士ごめんなさい、ちょっと分からないんですけど、米津玄師さんかな。あの、ちゃんと、ちゃんとね、振り仙ってきますね、こっちに。えー米津 選択終わった、えーとね灰と。灰色と青、灰色と青菅田将樹さんとのコラボ曲ですね。あの灰色と青を、えー、ちょっとね課題曲やらせていただきました。えー、ちょっと小声で歌ってで、まあ、練習して、その後の夜移動って感じですね。えー、徳島駅に移動して、徳島駅前でね、えー、とそのスタッフさんに聞いたら、えー、とたまにね徳島駅前のスタバの、えー、目の前でやってる人いるよって言ってたんで、スタバの目の前でやろうと思ったんですけど、スタバの目の前にね、えーま、座れそうな場所はなかったんですよ。 うん、でキーボード、まあ、立ちながらでもできるんですけど座りてえなと思って徳島駅周辺を探したら、まあ、座れる場所いくつかあったんですよクリスマスツリーみたいなのが2本ぐらい入っててでそのツ、まあ、リーの、ね、まず隣でこの課題曲「ハ、えー、灰トと青」の前に高知県でできなかった課題曲、えー、と七尾武人さんのサーカスナイトですね、まあ、愛媛県で <laughs> 間違えてやってるんですけど、まあ、あのちゃんと最後まで歌えてないんであのいかにもねっぽい雰囲気あのサーカスナイトっぽい雰囲気の 場所だったんでクリスマスリーガーったごめんなさい今お腹鳴になりましたえっ、ー、とねだ,だったんであのやっちゃおうと思ってサーカスナイトやろうと思って準備したら雨降ってきたんですよもう四国編はねもう雨雨でね雨でもうグダグダなんですけどもう雨降ってきてもう小雨なんですけど、まあ、小雨でもねちょっと結構ね電子機器なんでも危ないなと思って はい、えー、撤退してで、ただね、このまま引き下がるわけにはいかないと思って、場所ね、なんか商店街があるっていう話もね、スタッフさんから聞いてたんで、商店街移動しようと思って、商店街に行きましたって言って、ただね、あんまりね、商店街、うん、人がね、あの、本当に中の方はあは全然通ってなかったんで、なんか寂しいなと思って、もうちょっと場所ないかなって探してたらね、なんとね、えー、引き語りしてる人がいたんですよ。 商店あの結構ね、歓楽街みたいなところがあって、あのー、徳島の。そちらの交差点付近で、えっとね、もう先に路上で弾き語りされてる方がいて、で、ギターだったんですけど、えっとね、そやっぱりね、その自分、人のね、弾き語りをちゃんとね、えー、聞いたことがない。まず第一、えー、一番、一番手になって聞いたことがなかったんで、もうこれはね、学べるチャンスだと思って、あの聞かせていただきました。えっ、ー、と、お名前がね、えっ、ー、とー、 カツ森さんか、カツさんって、ね、いう方なんですけど、カツさんに、えー、の弾き語りを、ね、聞かせていただいて、で結構ねそかわいい、えー、キャバキャバ嬢の女の子たちもねカツ、えー、さんの,、ね、その歌声に、ね、聞き惚れていて、まあ、の6人ぐらいで一緒に聞いて、ね、その人たちがはけてで、自分が1人で聞いてて、でそこからですカ、ね、ツさんが、えー、よかったら一緒にやろうよってあの声かけていただきまして、一緒にやったんですよ、聞き語りを。もうめっちゃ楽しかったですよね。何やったかな えっとあの、あれですね、いつものアップで、いつも絶対に歌う曲、あの、井上陽水さんの少年時代、一緒に弾いたのと、あと、モンゴル800さんの小さな恋の歌も一緒に、えー、弾かせていただきました。サッピーと同じやつですね、サッピーと同じように一緒に弾かせていただきました。で、それだけじゃなくて、あとはね、何があったかな、えっと、その、結構ね、カツさんっていう人がこのね、ちょ、まず、YouTube チャンネル、この、カツさん持ってるんですよ。カツさんのではないと思うんですけど、カツさんのお兄ちゃんかな。 えーね、そうそう新口兄弟だ。新口兄弟という名前で多分活動して、してた、されてたのかな。えー、新口勝森さんという方なんですけど、えー、その、まあ、YouTube チャンネルも、まあ持ってて、まあ、勝さんのお兄さんなんですけど、まあ、結構ね、勝さんがそのあの第一人者というか、あのーまあ、今でももちろん現役ですし、ギターに最初に触ったのが14歳の頃って言ってて、22年間ずっと今ギター弾いてるよって言ってて、 でも現役で、えー、ライブハウスだったりとかバーとかでねその、やられててって感じで最近徳島に戻ってきたって言ってたんですけど、あのー、結構ねその、あのー、最初10代、20代の頃はそのモンゴル800さんとかあと他もね、なんかいろ,いろいろね、めちゃくちゃ有名なバンドを聞いたんですけどとかの,、まあの前座ですよね、前座でね、えーっと、実際にやってたよっていう話されててで、まあ、歌声とかね、多分うん。 まあその徳島編の動画に載せてると思うんですけど、めちゃくちゃうまいんですよね、本当に上手で、も、ね、う聞き惚れるような歌声で。で、ただ企画だけじゃなくて、もう実際にね,ね、いろんなことを教えていただきました。そのまあ、歌う上でもその,なんかその発声方法だったりとか、そのあれですよね、腹式呼吸とか、まあ、いろいろその、えー、発声のないやり方が、ね、あると思うんですけど、お腹を使うとか、喉を使うとか、喉を絞るとか、あのいろんな、ね、そのやり方があってで、それを一つずつ目の前で見せていただけて、 でも本当にすごかったです。もう本当にね、これ動画でね、載せたかったんですけど、もう撮るの忘れて、忘れてっていうか、そのもう、もう撮る、撮る暇がないぐらいもう集中して聴いてたんで、えー、本当にね、すごい方でした、勝さん。今も現役で。で、本当にねあの、これインスタには書いたんですけど、あの、すごくね、あの、最初から黒糖を抜いて、あの、もう修行してくれる、すごくすごく優しいミホークにあったゾロの気分ですね。もう本当に。もう今、そんなゾロの気分ですよ、今。もう優しくて。で、本当にもう目の前でその出ることが全てが、 規格、あのー、外というか、自分も,も、自分、ぺーペーなん,なんでも当たり前だとは思うんですけど、本当にね、このちゃんとね、あのずっと、えー、実,践練習実践と練習と積み重ねてきたものをね目の前で見せていただいたら、本当にね、あのー、すごいなと思いましたね、こんな世界があるんだなと、こんな、うん、だからこんなすごい人が、なんか遠くにそうで、こんなに近くにいるんだなっていうのがすごい感動で、そんな人と出会えたっていうのは、本当に嬉しかったですね。うん で、その後ね、そのカツさんのね、その、まあ、カツさんもやっぱその交友関係広いので、えっと、お知り合いのシンさんって方ですね、シンさんって方と、まあ、写真多分載ってると思うんですけど、この4人、4人で一緒にラーメン行ったんですよ。シンさんって方と、カ、え、ツ、ー、さんの元カノさん、<laughs> 20年前の元カノさんですね、うん、ちょ、お名前聞くの、あの聞いたんですけど、名前忘れました。えすみません。えっとね、その20年前の元カノさんとですね、えっと、4人でね、なんかまあ、なんやかんやラーメンに行くことになりまして、まあ、ラーメンを食べてきました。 ラーメンとか中華そばですね。中華そばを食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったですよ。うん、本当に美味しくて。醤油だれかな、ベースは。えー、ベースは醤油だれで、えー。めちゃくちゃ美味しくて。で、さらにね、そのシさんにね、えっと、お金も出していただいて、本当に。えー、ごちそうさまです。しんさん、この動画見,見てくれるかなみみ見ることあんまりないかもしれないですけど、まああの、本当にあの時はごちそうさまです。あと、カスタムね、うん、ごちそうさまです。あの本当にいろいろご教授していただいて、うん。絶対ね、また自分もね、うまくなって、あのまた会いに行こうと思います。 でね、えっと、その後ね、ラーメンを食べて、その出た後に、えっと、ま、ああの、しんさんの、えー、代行、タクシー待ちか、代行タクシー待ちをしていたら、えっと、女性の方がね、結構その酔っ払ってる女性の方が、あのー、ま、あ目の前通られて、話しかけてきてくれたんですよ。自分結構荷物があのいつも大きいじゃないですか。あれ写真見たら、ま、あま、あ大きいんですよ、キーボード。えっとね、でそれで、その、これは何って話しかけてきてくれて、あ、これキーボードですよ、お話して、で、今、引き語りしさっきしてたんですよ、って言って、 もしよかったら聞きますかって言ってみたんですよ。自分結構ね、その、本当はね、ちゃんとね、広報なんで、ちゃんとね、ぐいぐいね、よかったら聞いてくださいって言うべきだったと思うんですけど、なんかね、結構、あの消極的にね、もしよかったら聞きますかみたいな感じで言ってしまいました。はい。もう本当はね、もっと積極的に行くべきだなってちょっと反省しますねただの結構ね、その、結構っていうか、いいんですかって言っていただいて、それでの聞いていただけたんですよ。一緒に勝さんともう一回ね、もう一回選手をしました。もう一回ね、その、 え井上四添さんの,あの少年時代をね、もう一回やりました。はい、やらせていただいて。うん、で、まあ、普通にね、その拍手していただいて、聞いていただきました。お名前聞くのちょっと忘れたんですけど、女性の方はですね、えー、しかもね、その拍手、あ立ち止まって聞いてくれて、拍手だけじゃなくて、そのお金もね、いただきました。1000円ね、えー、お金もいただいて、本当にありがとうございます。 であとね、その,その日の、まあ、稼いのお金の合計は、まあ、3000円なんですよ。シンさんから、えー、1000円と、シンさんの、えー、と後輩さんから1000円、この人も、ね、名前聞いてないんですけど、あと今の女性の方です、ね、から1000円いただいて、合計3000円ですね。3000円、えっ、ー、と、ありがたく、えー、頂戴いたしました。ありがとうございます。えー、そんな <laughs> 成果としては、まあ、お金もありますけど、カ、う、ツ、ん、さんと出会えたっていうのが一番大きいですね。多分んカツさんと出会えてなかったら、まあ、お金も多分自分もらってなかったですし。 いろいろ教えていただいたのも何もなかったんで、本当にね、カツさんっていう化け物みたいな人と、ね、出会えて、本当に嬉しかったです、えー。カツさん、多分この動画見てくれてるかな、あの,あの時は、えー。ありがとうございます。そして、これからもね、そのこれで終わりじゃなくて、ちゃんとね、えー、鍛えて、またね、徳島に戻ってきて、えー、カツさんに、えー、前よりはまともなものを見せれるぐらいのね人間になろうと思います。あと、作詞作曲のね、そのノウハウとかもね、カツさんの、えー、感,覚感覚の話ですよね、もうだから積み重ねてきたものを、えー、教えていただいて、 もうちゃんとね、実践で使っていこうと思います。えー、もう、あと、うんもうもうい、もう言いたいことがいろいろあるんですけども、とりあえず感謝ですね。もうありがとうございます。ただね、感謝するだけじゃなくて、えっと、今日もね、これからちゃんとね、実践として練習していきたい、い先練習していきますし、あと、うん、ちゃんと作詞作曲とかもね、もう旅の途中でね、取り組もうかな。一応、なんか、昨日とか、あ、おとといか、おとといとか、なんか作詞したりとか、ちょろってやったりしてたんですけど、 なんかまあ結局ね、キーボードに収集する時間があんまりなくて、移動する時間で奪われちゃってるんで、あんまりやってはいないんですけど、まあ、ちょくちょくやっていこうって思いますね。であと、勝さんからその教えていただいたこともね、あのちゃんとね、えー、思い出すためにも、えー、覚えるためにもやっていこうと思いますね。うん。そんな感じかな。<laughs> えっと、殊島県は、あ、そうそう、その後、その引いた後に、えーっとまあ、先にンさんがえられて、で、ン、えーまあ、さんの、えー、後輩さんが変えられて、で、勝さんと、あと、勝さんの えー、20年前の元カノさんですね。と一緒にあのタクシーでね、帰りました。はい。あのその場所から自分400メートルぐらい先にあのゲストハウスがあったんで、歩いて帰れたんですけど、まあ、雨降ってきちゃって、で、それで自分傘ありますよって言ったんですけど、その、いや、もうタクシー使おうよって言われて、あのタクシーをね、えっと、乗らせていただきました。で、運転手さんも本当にありがとうございます。えー、傘さんも本当にありがとうございます。えー、ただカスさんのっと、タクシー代ね、自分1銭も払ってないんであの、あの時は本当にありがとうございます。いつか見たら、はい。 あの時はありがとうございました。うんちゃんもね、ありがとうございます。で、そんな感じですね。徳島県は、えっと、そういうね、素晴らしい出会いがあって、で、母さんともちろん連絡先も交換して、えー、いつかねあの、会いに行きたいなって思ってます。反省というかな、そうですね、反省動画というよりは、その、う、ま、れ、あ、しい、うしい動画みたいな感じになりましたね。はい。本当に徳島県はね、うん、いい出会いだったなと思いますね。ただ、四国全体的にね、その、うまくいかなかったことはいっぱいあったんですけど、 うん、振り返ったら、あのー、その人との出会いっていう意味では、四国はすごい充実してたなって思いますよね。香川、香川、愛媛、えー、高知徳島、全部、あのー、すごいいい人たちと出会えて、うん、すごいいい経験だったなって思います、まあ。そんな感じかな、うん、そんな感じか。選、ま、択、あ、物今終わったので選択干してこようと思いますよね。そんな感じです、まあ。以上です。ありがとうございます。